6月13日。今日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。今日6月13日がお誕生日で、双子座で黄色のあなたは、野心家で情に厚く、世話好きだと言われています。そんな今日6月13日は、小さな親切、小さな親切運動スタートの日。1963年昭和38年6月13日に、小さな親切運動という本部が発足したことを受けて記念日に制定されたそうです。小さな親切を勇気を持ってやってほしいというふうに言ったことがきっかけになっていると言われています。去年もこんな話をしたような気がします。気のせいかな？でもこの小さな親切運動、できる親切はみんなでしよう。それが社会の習慣となるように、人を信じ、人を愛し、そして人に尽くす。そんなことを目的に、活動をされているそうですよ。相手のことを考えて、そういった親切を自然にできるようになったら素敵ですよね。相手のことを思いやるというのは、自分のことより、まず相手がどう思うか、相手がどんなことをしてほしいか、そういう風に考えることだ。噛んでしまったんですが、そういう風に考えることだと私は思っています。そんな風にできるように、私も、これから相手のお話をしっかり聞いていけたらいいなって思います。それでは、今日も行ってみましょう。毎日エクレア。このコーナーでは、ハッシュタグ毎日エクレアでツイッターに投稿された朝に聞くと元気の出る一言をピックアップしてお届けしています。今日は、エビさんからいただいた一言です。帰ってきたらいっぱい甘やかしてあげるから、今日もお仕事、頑張っておいで。学校にお勉強、頑張ったら、私が甘やかしてあげます。それでは最後に、今日の、クレアの猫ちゃんおみくじ。今日もこの3匹の猫ちゃんの中から、一匹猫ちゃんを選んでみてください。選べましたか？それでは、この猫ちゃんを選んだあなた。今日はお話大吉です。お話をよく聞いて気持ちを汲み取ってあげましょう。そうするとコミュニケーションがスムーズになりそうです。そんなあなたの今日のラッキーフードは、ミートソーススパゲッティです。この猫ちゃんを選んだあなた、今日はしましま大吉です。街へ出て、街へ出てしましまのものを見つけるとラッキーなことがありそうです。そんなあなたの今日のラッキーフードは、歌の角煮です。そして、この猫ちゃんを選んだあなた、今日は、もしもし大吉です。電話をかけると良いことが聞けそうです。メールやお手紙、それよりも声で直接聞いたり、伝えたりしてみてくださいね。そんなあなたの今日のラッキーフードは、チーズインハンバーグです。それでは、
今日も朝から本当にお疲れ様です。今日は木曜日ですから少しお疲れも溜まってくる頃だと思います。お仕事や学校本当にお疲れ様です。それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい。